はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の2つの円の位置関係と共通接線丸三をお送りします。で、このタイトル、これで3本目で、ここで終了です。次回から作図をやっていくんですけど、で、最後に1問、これをやっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？もうじゃあ、早速ね、これやっていきますんで、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっとね、図がごちゃごちゃしてるので、条件をね、確認していきます。まず、2つ、まあ、円がありますけど、両方とも T で内接してます。つまり、こう、くっついてる。まあ、内接でこうね、さあ、後で接線書きますけど、こういう接線があると。で、内側、これね、の円の接線、もう一個接線が書いてあって、それが外側の円と交わる点が AB です。これ接線ね、だからね。で、接点が P となっていて、この時に、TP、こっち書いちゃおうか。これですね。これが各 ATB、これを2等分することを証明したいと。だからつまりここの角度とここが同じになることを証明したいんです。で、どうやっていくかっていうと、ちょっと補助線が、まあ、さっき言った接線なんだけど、を引かなきゃいけない。で、まず方針を言います。図を使って。で、それを説明した後にちょっと言葉に落としていくので、まあ、ちょっとこっちを確認してください。で、まず自分だったらなんですけど、ここに接線を引きます。うん。ちょっとね、ちょっと曲がりすぎた。ちょっと待って。まあ、このぐらいかな。まあ、こんな感じ。で、接線を引いて、ちょっとこっちに S っていう文字を使う。まあ、図のようにって書くので、ST っていう接線を置いてください。で、もう一個。ここ、アルファベットで置きます。ここ C にします。で、ここも線を、こうやって引いておく。で、自分はですね、もう一個、ごめん、落ちてた。各、STP。ここを X にします。ちょっと色を分けようか。その部分を X って置いて、STA。こっちを Y って置いて、証明をしていきます。で、さっきも言ったように、結論として言いたいのは、こことここの角度を言いたいのね。で、今、図で分かるように、赤を X、ちょっとね、こっちに書かずするよ。赤が X で、青が Y って置くんですけど、こっちの部分はもう図で分かるように、X-Y になるじゃないですか。まあ、X から Y を引いてるので。つまり、あと、こっち側が X-Y になれば OK なんだよね。それをもう文字に落とすだけだからさ。で、どう持っていくかっていうと、まず、ここの X は、ここの角度と同じになります。で、これなぜかっていうと、これ円があります。ちょっとね、ごちゃごちゃ見にくいですけど、円の中に三角形が内接してます。内接。で、これちょっと前の動画でやりましたけど、接弦定理を使うことができるので、いくつ前だっけな ?1、2、3、4、5、6、7、7個前。結構前ですね。接弦定理って動画1本タイトルでありますので、もし、うんって思う方はそっちを見てもらえたらと思うんですけど、簡単に言うと、円があるでしょ？で、三角形が内接してるのが条件になるんだけど、ここの角度、こうやってあるでしょ？あった時に、例えばここに、こうやって接線を引きます。引いた時、これが円周角だと思ったときは、思うって考えると、ここがスタート地点になるでしょ？その弧を含む、この角度と一致するんです、角度が。これが接弦定理。で、これはもちろん、こっちにこう引いたときの、ここも同じになります。これ接弦定理ね。で、今回俺の図がちょっとあんまり良くないんでね、そう見えないとこもあるけど、それは許して。ってことは、これがここと一緒じゃん。で、こっちでやったように。ってことは、これ、こことも一緒なんだよね。これ接線だから。さ、言ってくれてるから、接線だって。だから、この赤の3箇所角度が同じになります。接弦定理を使うと。で、もう一回接弦定理使います。次は、外の円です。外。こっち。ここに三角形 ATB が内接してます。でかい方ね。で、この青を使いたいんで、この青と、ここの角度が同じになります。
これ節減定理です。これを円周角って考えたとき、これがスタート地点だから、ここの項を含むこの青の角度とこの青は一緒になると、で同じになるんです。でここまで持っていくと、これが x-y って言うことができます。なぜか、この三角形見てくださいね。ごちゃごちゃしててごめんね。三角形 PTB です。ここです。今、ちょっと書き出そうか。三角形があります。ここちょっと伸びてますね、こうやって。三角形の角度の性質として、ここの角度とここの角度を足したらここになりますよね。これ成り立つよね。二つの角度、内角を足したら、残った角度の外角と一致すると。それを使うと、ここ足すここがここになるんです。つまり、ここ、ちょっと丸の前行こうか。丸足す青だから y でしょ。y イコール外だから x になる。y 移行すれば、丸イコール x マイナス y となるので、ここ x マイナス y になりました。ほら、一緒だったでしょっていう。これが今回の証明の流れです、ひとまず。言葉に落とす前にね。でさ、今言葉で喋ってみんな聞いてくれたわけだけど、聞いただけでもお腹いっぱいでしょ。それを言葉に落とすの結構大変なんですけど、ちょっとねお付き合いください。では行きましょう。で今回は S とか C を自分で置いてしまったので、図のようにまあ、ともしこれが問題なんだ回答欄になかった場合は自分で書きます。もう一回、今回ちょっとこれ使っちゃいましたけど、なので今回ちょっと書く量多いよね。図のようにどうしようかな、 T に置けるでいいか。 T に置けるST を引きで、TB と内側の円だね。 TB と内側の円の交点、いいよね、 TB と内側の円の交点だもんね。交点を C と C で角度を置きたいので、角間違えなくて STP でね、角 STP イコール X で、これ置く理由は毎回書くのがめんどくさいの俺が。 X は置いた方が楽だなと思って書くだけです。なくても平気。これは角 STA イコール Y とすると、まあ、これでこの状態の図がやっと使えるようになりました。で、まず、まあ、順番でね、さっきの説明のままいくと、内側の円の、間違った、あ、ごめん、節減定理より、この3箇所全部 X って言いたいので、まあ、この、ね、節減定理って書いてるから、もう、各最初言った STP イコール、ここ TCP でいいか。各 TCP イコール向こう TPA か。各 TPA イコール全部 X ですよって。これ1番。まず1個目ね。で、次外側の青の方ね。あの2箇所言いたいんで、今度外側の、外側の円の節減定理より、各 STA イコールこっち側ね、 TB、 まあ TBA でいいか、TBP にしようか。各 TBP これが両方 Y ですよと。これで今赤の3箇所、これ X で青が両方 Y になりましたってことが終わりました。で、最後、ここの部分ね。これも三角形の角度よりでもいいし、まあ、三角形の外角よりでもいいかな。で、三角形の外角、これ入るかな？外角より入ってるね。より、この部分、さっき成り立ちたいんで、各 PTB
各 PTB、 ここね、 PTB 足す TBP、 足す各 TBP イコール TPA か、 TPA だから、もう一行入れたかったけど入んなかったね。こっち行きます。だから各 PTB ね、すげえ不安、待って、 PTB だよね、 PTB イコール X マイナス Y、 まあこれでね、こうなったからっていうとが成り立つと。で、こうなって、が3と。ちょっと間違ったな。ここが、三角形の外角と、あとこれ使ってんでもね、1、2よりだね。だからこれ3いらなくって、よいしょ。こうなって、で、ここで、ここのこっちね、最初の各 PTA か、こっち各 PTA、 PTA かは図で分かるように X-Y よりこれで2つ一致したから、最後結論 TP は各、ATB を二等分すると、はい、こんな感じで以上でございます。まあ書き方とかもちろん方針違う方針でねできることもあると思うんですが、ひとまず自分はこんな感じでやってみたので、ぜひ参考にしてみてください。では今回は高校数学数 A の2つの円の位置関係と共通接線丸三をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から作図が始まります。で、作図もねちょっといろんなパターンがあるんで少し続くと思うんですけど、自分ホワイトボード用の定規とか専用のね定規とかコンパスを持ってないので書き方だけの説明になってしまうんですが、もしよかったら次回の方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。